この番組では語り継ぎたいふるさと松山百話の先人をご紹介します。今回ご紹介するのは千葉繁です。千葉繁は大正8年西条市に生まれ、小学校5年生の時松山市立東雲小学校に転校しました。野球が大好きな繁は東雲小学校から松山商業学校に進学後も野球を続け、昭和10年に甲子園大会で優勝しました。その後昭和13年にプロ野球の巨人軍に入団。巨人軍に入団した時、繁には負けないものがありました。それは小学校時代に先生に厳しく教えてもらったボールの勢いを殺して転がすバントです。自分がアウトになってもチームメイトを生かす精神を学んでいました。その頃の巨人軍は力自慢のバッター陣で、みんなが強く打てるよう競争していました。繁はこれで巨人は本当に立派なチームになれるのか、本当に強いチームは強打者を生かすためのチームプレーに徹する人が必要だ、そうだ俺がなってやろうと決心したのです。それからバントを確実に決めるためにそれまで以上に練習し、またライト方面に打つことにも汗を流しました。こうして繁はチームプレーに徹する選手として勝つための野球の基礎を作り上げました。チームプレーの大切さを身をもって示した名選手として、日本のプロ野球界で千葉繁の名は語り継がれています。昭和31年に引退するまで野球一筋に生き、引退する時につけていた背番号3は球界のスターとなる長嶋茂雄選手へ譲られました。昭和34年、近鉄球団の名前が監督を務めることになった茂のニックネーム猛牛にちなみバッファローズになるほどの功績を残しました。これらの功績が評価され昭和55年野球殿堂入りしました。平成14年7月には松山市栄誉賞を受賞。その年12月9日に亡くなりました。皆さんこんにちは。松山市教育委員会教育研修センター事務所の鵜久森です。松山市教育委員会では子どもたちに豊かな心や郷土愛、言葉の力を育むことを目的として、平成23年度からふるさと松山学の教材の作成をしています。その教材の一つに、読み物教材として、語り継ぎたいふるさと松山100話、全7巻があります。この本は、松山ゆかりの先人のエピソードや、地域に残る歴史や伝統文化などを掲載しています。今回学校教育の枠を超え、家庭や地域でまた全国の方々にも松山の良さをもっと知っていただきたいという思いから、期間本7巻を1冊にまとめ、ふるさと松山の良さを詰め込んだ新刊本広がれふるさと松山の心を平成30年10月に発刊しました。この本は松山市教育研修センターほか市の文化施設などで一般販売しています。販売場所は松山市教育研修センター事務所、電話 089-989-5144、 松山市教育委員会文化財課、電話 089-948-6603、 松山市立四季記念博物館、電話
931-5566、松山市立埋蔵文化財センター、電話089-923-6363、坂の上の雲ミュージアム、電話089-915-2600、松山市役所市民相談課、電話089-948-6447、松山市立中央図書館、電話089-943-8008です。詳しくはお問い合わせください。